意見交換会では、はじめに三重労働局の石田聡局長が、賃上げや人手不足の課題を解決するために幅広い意見を交換して発信することで、県民の皆さんにも働き方改革の推進に努めてほしいと挨拶しました。三重労働局では、長時間労働の削減に向けて積極的に取り組む企業をベストプラクティス企業に選定していて、 その認定企業に選ばれた鈴鹿市に本社を置く運送会社日本陸総と三重労働局長が意見交換を行ったものです時間外労働の上限が制限され人材不足が懸念される2024年問題の影響を受けている物流業界ですが今日は日本陸総の担当者から定年延長や女性ドライバーの採用強化など 長時間労働の削減に効果的な取り組みを行っていることが説明されましたまた、人手不足による労務費の価格転嫁について問われると日本陸曹の担当者は2024年問題が社会で共有されることで物流業界が苦労していることを知ってもらうきっかけになり価格転嫁をしやすくなったなどと答えていました。